イおはようございます。おはようございます。まあ今日も映画でコレットって紹介したもとんですけども、はい、コレットって知ってますかね。一番有名な青い麦かな。はい、うん。とかギギとか。ギギとかはいはい。あのオールドオードリーヘップンをあの見出したっていう。うん。あのまあ舞台女優でもあるし作家でもあるしっていう感じですね。うんはい、で、あのもうその人の映画なんですけども。 まあ有名になる前ですね。有名になる前に、その。旦那のめ、旦那というか、ウィリーっていう人の名義で。あのウィーっいうか、ウィビリーかな。フランス語で。ウィリーか。ウィリー。とウィリーとか、その名前で。まあ、あの。まあ、そのウィリーっていう人は、もう結局。なんていうか、あの日本で言ったら、あの。なんちゃらの神。サムラコーチの神やったっけ、なんかあ。あの。サムラコーチ守るやったっけ。ああ、はいはい。<laughs> なもんで結局人に書かして自分の名前で出版するっていうそういう人なんですよ。で自分の奥さんに書かしてみたら売れたんで、うん、まあどんどんまあ売るわけですけれどもまああのなんというのかまあこの映画ではあんまり書かれてませんけれどもまあバイセクシュアルなんですね2人とも。うん、でもすごいまあ華麗なる遍歴をやってでこれとなんかはまあ女性解放ってことでこう、まあ、論じもはるわけですけれども、まあ、そういうふうな になる前の話ですねだから偽名で発表している頃のコレットの話なんでその頃の,そのシャネルであるとかあのオズリ・ヘッパーンであるとかそういう派手なとこは出てきませんでけれどもまあ物を描くっていうことはやっぱり大変なんですよもう、うん、こんなにね簡単に書けるもんじゃないと思うんですけども書、うんまあ、けちゃう人は書けるからね仕方がない。うんでまあ もう一つ違和感があったのはあの英語なんですよ。うん、でコレットってフランスでしょ、うん、だからでところどころフランス語入るんだけれどもやっぱりものすごく違和感がありますね、うん、なんか、うん、それにおそらくフランスが人が作ったらもっと違うものになったよなってう、うん、カラッとした感じがあまり過ぎてて僕なんかあのメス猫とかそういうイメージでしかなくて青い麦なんかあ,あ 軽いな昔,昔も一緒なのかもしれないけども僕らイメージではもう雌猫とかそういう,こうちょっと女の暗い常連というかそういうものを描いた人な、うんで、うん、ち,ちょっと違うかなってイメージはしてますね。うん、であのまあこのウィリーっていう男を捨てるわけですけども、うん、もうなんというのがこのウィリーっていうのはもうどうしようもない男なんですよ。で、うん、そのどうしようもなさは半分ぐらいしか出かかれてないんですね。 男との関係もすすごいんですよ、うん、女との関係も結局作ってもこれって友達とやったりしてぐちゃぐちゃになるんですけども、うん、男との関係もひどくてそれで結局破綻するんですねいろいろなことが。うんうん、やっぱりこうまあ結論として言えるのは真面目に自分で稼ごうよという、うん、人の才能でね食っていこうとは思っちゃやっぱダメですね。うんうん 映画ととしてては非常によくできてると思いますあの、まあ、今回あの、まあ、次回の脚本大題で「あきこ」で舞台の半分があのフランスのパリなんでね同時代の雰囲気をちょっともう一回見ようと思って、まあ、2回目だったんですけども 2>,、うん、まあ2回目見てまああの、まあこんなもんだろうなっていうことをちょっと思いましたフランスの当時の舞台とかそういうことの、うん、雰囲気出てるんで、まあ、そういうのを見るまあなんていうのか 確認するためには、まあ、見てもいいかなとは思いました。うん、まあ、今日は以上です。はい、ありがとうございました。はい